これはビトルジュースのお話です。ビトルジュースは無垢人です。そしてビトルジュースはアフリカ系アメリカ人です。ビトルジュースはニュージャージーに住んでいました。ビトルジュースはボクシングをするのが好きです。彼をここに投げて。ああ、痛いよ。それがとても嫌いだった。私の夢は楽しみせることです。ビトルジュースはスローされしました。彼は短いです。仕事を見つける難しいでした。でも音でハワード・スタンはビトルジュースを発見しました。ビトルジュースは仕事を提供しました。私はあなたの仕事を見た。ビトルジュース君、ハワード・ステンションで働いてください。はい、とても楽しみですね。ビトルジュースは私周へ行きました。ハワード・スタン賞でビートルジュースは仕事を始めました。新しい州でベイビージュースを会いました。あなたがとても綺麗ですね。結婚しようか？あなたも綺麗ですね。ビートルジュースもベイビージュースも変なです。14年前からビトルジュースとベビージュースは結婚していました。今ビトルジュースはハワード・スタン賞で話しました。ビトルジュースは人々を楽しませる。そして冗談を話すことができる。ビートルジュースはお笑い芸人です。ですから、彼はハワード・スタン賞で働いています。ビートルジュース君、人参は何色ですか？人参は小さい、わかる。ビートルジュースは数学がとても下手です。ビートルジュース君、1と3の中で何番ですか？4、7です。ビートルジュースとベイビージュースは離婚しました。ビートルジュースは妹と一緒に住んでいます。レスター、あなたが大丈夫ですか？はい、大丈夫です。彼女は私が使ったお金は逃すだろう。私たちの仕事でそれぞれをサポートします。ビートルジュースは差別を受けました。彼は短いと無垢人です。ですから人々はビートルジュースを虐待しました。でも、ビトルジュースは彼の個人差を使いました。それから、彼は有名になりました。